はい。と、ドラゴンクエスト9実況プレイのパート13やっていきたいと思います。前回ダーマ神殿の攻略を終わらせまして、いよいよ転職ができるようになりました。で、これからね、上級職になるためのクエストも受けていかなければならないんですけれど、撮影会で、他の職業のレベルを上げて、必要なスキルの回収をしてきました。なんか俺あれだね。なんなら極力他の職業の力借りないで、みたいなこと言ったんですけど、結局、レベル上げ楽しくてガッスリやっちゃいました。はい。で、まあ、スキルの割り振りもね、なんとなくちょっとミスった感もあるんですけれど、まあ、とりあえず、こんな感じでやっていけたいなと思っています。はい。もうこれ58までいっちゃおうか。はい。まあ、幅よくは縦スキルを早いうちに欲しいところではあるんですが、まあ、ちょっと、考えます。今後どう振っていこうかなっていうのね。はい。ちょ、残しとこう。こういうパッシブ系取った方が良かったねって思うんですよ。やはりちょっと振りすぎたかな。ちょっとね、今後どういう風に振っていこうかなっていうようなメモを作ったんですけど、探検22はちょっとミスったな。ここいらなかった。まあ、最悪ちょっと他のところで何とかしましょう。うん、最悪縦100いらないからね。ただね、とりあえずね、スライムを、ドラゴン切りで、スーパーハイテンション状態のドラゴン切りで倒すっていうね、ミッションをやっていきます。まあ、初期のエリアにいるスライムの方がいいかな。んで、まあ、中にも、剣を持たせて、装備とかも結構良くなってますよね。しばらくレベル上げてお金も貯まったんで、装備を整えました。受けて、応援を中に、で、中は貯める。逃げた。そっか、そういうのがあるか。でもあっちのだと合体してキングスライムとかなっちゃうんだもんね。あ、別に寝かせりゃいいのか。
じゃあ、応援を中、中は貯める。ラリー4。おたけび。OK。いかんか。起きた。で、ドラゴン切り。416。これをあと4回。なんなら複数で出てくんでいいかな。だったらあっちの方が早いのかな。オッケこっちの方が楽だ。MP も使わないし。OK。もも。よし、来た。いいえ。
あと2匹。4匹目。イラスト。止まった？見てなかった。あ、来た来た来た。オッケー。OK。で、これまず OK なんで、次はベクセリアの方で、魔結界を張った状態でメタルスライムを3匹倒す。1ターン目、2ターン目で逃げなければね、メタル切りがあるんで多分楽勝だと思います。全員一応魔結界を使えるようにしてあるんで、誰が倒してもなし。まずメタルスライム探すところからだな。いや、おいしょい。接触できない。では、魔結界。3人くらいかけといて、次はこの死神倒そう。
逃げんなよ。あおうち。メタルが出るのを根気よく待たないと。なんで俺今接触しに行ったんだろう。あ、いたー。魔結界の対象が自分限定なんだもんな。よしよしよし。ナイス。あと2匹か。これはなかなか大変だ。反応遅れるな。持ってくんのかい？
あ、メタルスライムちゃんはどこでしょうか？これさ、こうして、こうして、逃げんなよ。くそ。MP なくなっちまったじゃねえか。よし。さあ、あと2体頑張るぞ。いるじゃねえか。あ、ラッキー。一発削っとく？当たりもしねよし、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 決まったろ。あ、変わんねえ。オッケー、ナイス。あと1体。パッと出てこい、パッと。
いた。テンションアップ意味ないことが分かったんで、もう素直に負けっかい。おっ。まあ結果これね、人に貼れるんだったらまだ話が来るんですけどね。まあそうなるとあれか、簡単になりすぎちゃうのか。試練としては。他のね、取り巻きがいなくて、最高の状況だったんですけどね。もう痛くね？おし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 。頼むよ。お、投げてきた。メタルギリ、メタルギリ、疾風好き、防御。当たらない。よし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 、決まった。オッケー。はい。と、これでね、クエストの消化ができたので、ダーマ神殿に戻って報告を済ませましょう。はい。これで、上級職の、魔法戦士とバトルマスターの職業が新たに追加されました。また収録外にでもね、またレベルを上げて、次回からまた新しい冒険に出かけられるように、用意していければなと思います。はい。まあ、そんな感じでドラゴンクエスト9実況プレイのパート13はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。